皆さんこんにちは。インターンシップ生の小口俊明です。第4回は前回お話しすると言ったインターンシップスキルについてお話ししようと思います。スカイリムはレベル上げて力が強くなって攻撃力が上がったり魔法攻撃の威力が上がったりしません。レベルが上がって強化されるのは体力、スタミナ、マジカ、MP のうちのどれか選択した一つです。では何が変わるのかというと、ここで最初の話のスキルが出てきます。このゲームはレベルが1つ上がるごとにスキルポイントを1つもらい、それを使いスキルを手に入れて強くなっていきます。それとこのゲームでレベルアップは敵を倒した経験値を得るのではなく、武器を使ったり魔法を使ったりした後の対応スキルの熟練値が上がり、スキルの熟練度のレベルが上がるたびに経験値を入手するような形になっています。スキルは戦闘系、魔法系、忍術系の3種類があります。戦闘系のスキルは弓術、片手武器、両手武器、防御、重装、火事。魔法系のスキルは破壊魔法、変性魔法、回復魔法、召喚魔法、幻惑魔法、不自由。忍術系のスキルは隠密、軽装、すり、錬金、解除、話術です。戦闘機のスキルがなかった場合、レベルに合わせて敵が強くなるので、武器で戦い続けるのは難しくなります。そのため、基本的に武器の種類は限られてきます。魔法系はスキルがなくても全てのスキルが使えますが、効果時間が短かったり、通常プレイでは現実的ではない量のマジカ、MP を使わなければいけないため難しいです。ただ、達人クラスの魔法を覚えるには、対応スキルのレベルを100まで上げなければいけないため、習得は不可能です。忍術系のスキルはなくてもそこまで問題はありませんが、スキルが上がってくると非常に強くなります。生産系である錬金術は金を稼ぐのはとても簡単になり、隠密ならばダガーのダメージが15倍という北外れのダメージが出るようになります。生産系のスキルはなくても生産できますが、使用できる素材が最低レベルのものしか使えず、鑑定品能力も低かったりします。なお、前回紹介したウェアウルフと吸血鬼の王はスキルを入手する場合は、ウェアウルフは倒した人間の心臓を一定数以上食べること、吸血鬼の王の場合は体力吸収の魔法か、もしくは直接攻撃で吸血を行い倒した場合にのみ、回数が増えた場合に一定以上行えばスキルポイントが入手できます。次回は今回出てきた生産についてお話をしようと思います。興味を持たれた、動画を気に入ってくださったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。